皆さんこんばんは、みさとらんです。今日はですね、ムーミンのゲームをね、スナフキン、ムーミンの谷のメロディーという、前回ね、1話分というかやって続きにはなるんですけど、まあ今日もちょっといろいろやって寝ようかなと思ったんですが、このゲームは非常に寝る前にやるとよく寝れるので、あと続きが気になるっていうことで、ちょっとムーミンにね、会いに行きたいなと思います。今日はチルアウトドリンクを飲みながらチルな気持ちでやっていきたいと思います。おいちちょう、昨日は白熱したバトルだったから、今日は自然に囲まれてチルしたいと思います。ちょっともう声がもう寝る体勢に入ってたからさ、ちょっともう完全に声が寝てますね今。ちょっと待って、アイドルモードするわ。はい、こちらのゲームはですね、一応今日から見始めた方も、まあ、いるかなと思うので説明すると、スナフキンっていうのが私が動かすあの視点なんですけど、スナフキンがね、ムーミンとまあなんかなんだっけ、冬越し1年越しに会いにまた会いに来るねって言ってバイバイした後に、ムーミンのねこう谷というか村というかに戻ったら、なんとですね、なんか村が廃れてるというか、何やら都市開発のようなものがされてしまっていたんですね。で、しかもムーミンが行方不明になっていると約束したのに、あの日また会いましょうと約束したのに、会えないというような状態なので、私の視点のスナフキンが、ムーミンを探すっていうのがね、まあ、テーマにはなるんですけど、このゲームですね、とっても面白くて、なんかこう楽器を吹きながらこう少しこう冒険をしていくって感じなので、とっても音楽となんか音楽を楽しむみたいな、音楽と物語を楽しむっていうのがなんかテーマになっているゲームなので、あのとっても音楽がね、ランは好きなので、このゲームの、まあ、みんなもチルい気持ちで見てもらえたらなと思います。それではやっていきましょう。ちょっと音量でかかったら教えてみんな。さあ、ということで前回ですね、このなんか女忘れちゃったんですけど、この女性の方がと一緒になんか島に着いたんですけれども、この島がね、ちょっとどう、なんだこの島に漂流したっていうところからですかね、とりあえず。はい、あ、音量大丈夫そうですかね。ちょっと今日はフル画面でやってるので、ちょっと操作忘れちゃったな。いなくなったムーミントロールを探しましょう。どうやってさ、笛吹くんだっけ。演奏が A、 D で持ち替え、 I で持ち物。 OK、 覚えた。行くよ。さあ、ここから、よいしょ、ムーミンをね、まあ、探すっていうのがテーマですから。ムーミントロール、どこにいんだおめえ、どこにいんだ。お宝さん、あんたどこにいるの。お宝さんって誰。スナフキン、あんたはお宝に集中しなさいよ。何やってるの。一人よりも二人の方が、あ、待って、なんか足音あるよ。ムーミンパパのボートだ。帆はなくなっているけれど、ムーミントロールを見つけてから帆がどこにあるのか考えよう。
優先順位が間違ってるわよ。お宝は私のものよ。頑張ってあの薄のろを見つけなさい。宝探しは一人の方がいいわ。死ぬやつじゃんこの人。これデスゲームっていうか洋画だったら死んでますねこの人確実に。あ、なんか太鼓でここ解放できる。ムーミントロールはこっちへ行ったはずだ。ムーミンちゃん、あ、なんかいるよ。この顔の傷はな、激しい取っ組み合いでできた傷。あ、待って、海賊さん、海賊さん、こんにちは。噂ではこの辺りに海賊船があるらしい。あなたが海賊ではないのか。単眼鏡の使い方さえ分かればお宝を探せるのによ。のにょ。どこですか。あ、単眼鏡ですかこれ。お、ちょっと待って、なんかお化け出てこないよね端っこから。ルイージーマンションでは出てきた。双眼鏡を覗いた時にお化けが出てくるの。海賊船だ。リトルミーの言う通り宝物があるかもしれない。あ、あ、あ、ちょっと待ってね。オッケー、なんかマイクちっちゃいと思った。船は完全に壊れているけど帆は無事のようだ。あれでムーミンパパのボートも直せるだろうか。あの海賊船の方を取ればいいんだな。ちょっと地図見たいね。え、行くとこなくね。どこか見逃しているのか。あ、お化けが。あ、こっちか。ちょっと怖いな、ここなんかな。ピョンピョンっていうのがたまるとこの楽器のレベルが上がって行ける場所が増えるんですね。ここも何もなさそうだな。ニョロニョロなんだろうね。ムーミンでよく見るよなこのニョロニョロ。これなんなのこのニョロニョロ。お化け？あ、出た石。これで渡れるようになると。ここのステージ。なんだ？ワニがいる。怖っ。
この？よかったのか、これで。これでよかったのだが？一旦渡る。足跡はこっちに続いている。待って、なんか怖い人いるんだけど。怖い人いるよ、あそこに。こうやって、これ笛でレベル5って書いてあるでしょ。で、これランがレベル6だから、これで解放させられるんですね。もうすぐ、あ、いた。もうすぐお宝私のものになるんだから。宝探しは順調かい？冒険心のないあんたは何しに来たのよ。この人はランプがなくても見えるの。おー、これなんか草むらをねやるとね、結構レベルがたまるやつが出てきます。ここがつながったとして、地図見てもよくわかんねえな。よくわからないな。濡れるのが怖いのか、典型的な金槌だな。樽を使って渡ってみたらどうだ。何も言ってないんですけど。ぷかぷかの樽。はあ、川をこれで渡れるようになるのか。どこか、これで走れるんだった、そうや。あるぞ。新しいアイテム、ムーミンパパの名作。あ、これ回収する。なんかもうって言ってる人いる。どうしたの。ちょっと待ってね。おお、これで渡れるのか。おおっと、もっと樽がないと。あともう一個か。こっち側にありそうだな。ほら、スナフィキンが来たわよ。私、うまくいかない私をからかいに来たんだわ。やめてください、そういう被害妄想みたいな。樽がね、リトルミー、あら、やっと手伝いに来てくれたってわけね。宝物はもう見つかったかい？お宝は近いわ、匂いでわかるの。あらやだ、これはあんたの匂いね。つまり私がお宝っちゅうこと？すごいモゾモゾしてる。
しごも下ろせる。こっち下行けますか。これで足る。これで渡れるのか。よくできたな。あと何年かしたらそれなりの海賊になれるかもしんねえな。よし、ありたけの夢をかき集め。ムーミントロールのことは諦めちゃった。諦めてないでしょ。かわいそうなニョロニョロたち。ニョロニョロっていうのか、やっぱこいつら。あれ、ムーミンのなんか老人みたいな人いる。植物採集家ヘムレンさん、頼むニョロニョロを助けてくれ。どうしたの。僕にはやることがあるんです。ムーミントロール、そんなこと言うなって。ムーミントロールと言ったかね。さっきまでここで手伝ってくれとった。うまくいかんかったじゃが、みたいじゃが、そこらからはトラン。どこへ行ったんです。公園じゃよ。気圧計を返してほしいと公園版を説得しに行ったんじゃ。気圧計？わからないことばかりだ。え、今、チューされた？ヘムレンさんの、チューボイスが、え、頑張ってくれ。公園版はニョロニョロの土地にとんでもない公園を作り、大事な気圧計を公園内に閉じ込めてしまったんじゃ。ニョロニョロたちにとって一番大切なものなのに。結構前の話じゃ、ムーミントロールも戻っておらんし、何かあったんじゃろう。ムーミントロール、今迎えに行く。それと気圧計。なるほど、気圧計を取りに行くと、このニョロニョロたちを助けられると。この看板をね、ぶっ壊すと、なんかいい感じになります、このゲーム。自然が取り戻されます。海賊、おいおい、あたり一面穴だらけじゃねえか。誰かが宝を探しているな。プロの海賊への敬意ってもんがないぜ。すいません。うちのもんが。ムーミントロールはここに入っていったんだ。たった一人で間に合うといいんだが、ちょっと怖いな、なにこれ。コウモリ？ふむ。ホタルは音楽が好きだろうか。縦札を抜く。出ました、ミニゲーム。警察官さんに見つからないように。眠ってしまえ。やばい。動物檻に入れてるべきじゃない。どうしたらいいんだ。鍵を探さなくちゃ。こっちか。うわー、なるほどね。こいつは何なんだ。隠れ身の術。やべ。やばいです。やばい、見つかった。逃げて。まずい、まずい、まずい。
たか。この警備員、視界が広いな。逮捕する。もう二度と来るなよ。あ、優しい世界、こっから始めてくれるんだ。なんて優しいんだこの世界は。逮捕されちゃったもん。ここはセーフなんだな。むずくね。一旦貯めて、どうしたらいいんだ。これどうしたらいいんだ。セーブさせてくれるのか。これで全員眠らせる。笛か、あの人は。どうしたらいいんですか。こっちに来させないといけないのか。
いけたいけた。無理やりいけました。ちょ、レベル上がってんな。出た。そのやあ、元気かい？まるで檻の中にいるような気分だ。お気遣いどうも。ここにいる他の動物たちと同じさ。僕に何かできることはあるかい？そうだね、まずは公園を撤去して、それから私を解放してもらえるかな。奴らが恐ろしい像の下に何かを隠すのを見たんだ。気圧系じゃないかな。任してくれ。こんなものはすべて。ゲットした、ゲットした。待って、これが鍵じゃないか。鍵ってどこだっけ。戻るのかこれ。やばすやばすやばすぎ。あの像、あの銅像を倒したいな。よし、オッケー。さあ戻りましょう。あれ？これどうやって戻んの？どうやって戻んだこれ。いけるんだこれ。え、これ絶対違くない？なんか私間違えた。え、帰れる道あった。どっからですかこれ。うわ、鍵なくなってんのこれ。しかもきつ。いや、ここのステージ難しくないか、意外と。さすがにこれ全部変えるってなさそうだよな。なんか私が道を見余ってる。
ですよね。なんかおかしいと思ったわ。そんなね、難しいことあるっていう。オッケー、ナイス。あれがきっとニョロニョロの気圧計だ。ガラスの破片、それに争った跡。公園版ムーミントロールも髪の毛一本でも触れてみろ。ぶっ、プチプチ殺してやるぞ。さあ、人工物を排除したことによって自然が取り戻されました。気圧計を取りたいのですが、あの人に会いに行く？おじいちゃん、気圧計がニョロニョロの元に戻った。ついに感謝の印にこの太鼓、あ、出た。ありがとうございます。ちょうどこれを探していたんです。これね、なんか太鼓結構マーク出てましたからね。太鼓鳴らしてみる。ニョロニョロたちはどんな様子ですか？そうじゃな、彼らから学ぶべきことがたくさんある。一つ挙げるなら、いかに静かに過ごすかという術とか。さあ、どういうこと？うわー、ポンポコ、ポンポコ手に入れました。あのおじいちゃんのとこ会いに行こうよ。あの、助けてくれたら会いに来てくれって言ってたおじいちゃん、ちょっと置いてね。おじいちゃん、さっきよりも気分が良くなってるといいんだけど。前にも会ったか、みんな同じ顔に見えるもんでね。気にしないで、自由を満喫するんだ。覚えてくれてなかった、しょうがない。あ、気圧計はもうこれでいいのか。じゃあポンポコ、早く平和な BGM になってほしいな。怖いから。こっちでこうか。さあ、ムーミンの足跡がありますよ。ムーミントロールはこっちにいたんだ。いけないのね。お、なんだ、ムービー入った。っ、待って、ムーミンが檻の中に入ってる。ムーミントロール、スナフキン、やっと会えたね。助けて。私自身に与えられた私の権限により、ムーミン谷に閉じ込めるべき、連行する。あとちょっと遅かったか。ねえ、見た？もちろんさ、ムーミントロールがたった今公園場に捕まってしまった。そうじゃなくて、海賊船のことよ。海賊がどうのこうの、いい加減にしてくれ。なんとかしてムーミントロールを追いかけないと。その通り。でもムーミンパパのボートは帆がないとどこにも行けないのよ。運よく海賊船にはぴったりの帆が張られているわ。それにその船の中でも本当にお素敵なお宝があると思うわけだから、私と手を組まない？しょうがないな。君はビジネスパートナーだ。さあ、ムーミンさんが連れてかれてしまったわけなんですけれども、追いかけるために、でっかー、重そうだな。私がこの作戦の司令塔よ。力仕事はあんた。誰か助けてくれそうな人がいないか探してみよう。もうどんどんこうやってクエストが増えていく。その小さな洞窟を覗いてみようか。私がやる。あんたのでっかい図体じゃ入れないでしょ。
やばい、やばそうな人いるけど。あ、かわいい。かわいいな、こいつ。もしかしてこれをやってくれるのか。お、ヒーユン。お、いた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 。ハイムシ。これはどこに置いたらいいんだ？違うか。なんだ。あ、お、あ、なるほどね。ここに置いてこうして、オッケー。おいで、こっち。どこだったっけ？こっちじゃないか。ん？ここだ。お願いします。よいしょー。開きました。ありがとう。右はまだいけない。めっちゃ怖いんだけど、これ覗いてる人たち。必要なのか。これで石をここに乗せたら登れるか。お、来たー。うわー、見て、綺麗。絵本の世界だけど綺麗だな。ムーミントロール必ず助けに行くから待っててね。登れるのか？登れないな。ここから登れるぞ。高すぎて届かないな。出た！そうね、あんたって背が低い方だから、そういうこと言わないんだよ。どきなさい、カエル。渡れないのか。とりあえずここに。あともう一人。おお。リトルミーがこっちに来れる方法。こっちでおいで。よし、ナイス。こっちに来てください。お願いします。よし、仲間になったので。
あ、こっちから行けんのか。お願いします。太鼓でトン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 。さあ落ちて、どうなったんだこれ。なるほど、ここ渡れるようになったと。ほんではしごをつけて、いいですね、サクサク進むよ。これなんか動かし臭いな。早くこのステージ抜けたい。なんか暗いから平和な BGM が聞きたいよ。出た、また岩を動かすやタイプだ。何の音だ？怖いんですけど音が。あ、ただボーナスタイムってことで。でも貯めるの大事だからね。一匹見つけましたが、お願いします。もう一人こっちか。え、なんかカメがいる。あ、いた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 。よしよしよし、いい子だ。こっちにおいで。これ渡れないパティーンだね。ふっ、よいしょ。さあこれで扉を開いてください。こいつらかわいいな。さあこれポヨンポヨンしつつ公演版後悔させてやるよ。私の大事なムーミンを誘拐しやがって、ただでは済まさないぞ。ヒキガエルが道を塞いでるわ。踏んづけちゃえ。なんてこと言うんだ。そして下から当たるようになると、この怖いんだよな、見てる人たちが。よし、あ、またスタックしてる。これを流してあげて、
もしかしてぶつかってカエルさんが避けれるようになるということか。なるほど、理解した。カエルが避けれる場所があると太鼓が効くんだな。なるほど。おもろいギミックが出た。洞窟だ。洞窟のターン来た。ご覧なさいよ、きっと お宝はこの中にあるはずだわ。拾ったものは自分のもの。私は自分の力で全部やってきたんだから。気をつけろ。危ないよ。あ、死んだ。ギャーやっぱり死ぬタイプだ。無人島でお宝探しに夢中になるやつは死ぬって決まってるんだよ。じっとしていろ、今助けてやる。もう私を見殺しにしてお宝を独り占めするならお化けになって出てきてやるから。コウモリ起こして。こっちはなんだ。洞窟さ、迷子になるんだよな。すごい、なんかさ、このツルルが落ちる、ツルル？あれなんだっけ、こういうの、ツララ？ツララがさ、落ちる音がなんかさ、シンバルの音みたい。リトルミーが無事だといいが。優しいね。パン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 。だけどやっぱりこの静けさは最高だ。こっちでいいのだろうか。あー、綺麗。こっちか。この絵本のような画質いいよな、ほんと好きだわ。あ、結局洞窟戻るのか。これ何もないのか。何もないな。出た、集会カメさん。花粉症あるけど、多分違う種類なんだろうな。今2月くらいからずっとあるけど、違う種類の花粉症にかかってしまう。これは左一回行って、からの、水の音系 BGM がここでもある意味散るかも。なんか川の音とかさ、なんか滝の音って安心したりするよね。なんかあ、お父さんの手紙ある。もうこれは下か、こっちか。ポンポコポンポコ
やばい、迷子になるんですけど。寝そう。なんか、あつ森の水族館みたいな BGM だな、ここ。あ、来た来た来た。パパの手紙。手紙っていうか、なんだっけ。みたいなもんか。亀が2体いる。キラキラを回収できたということだね。亀に乗れ。乗るっぽい。乗るっぽい。あ、乗ると寝ちゃうんだ。行かないでー。どうなっちゃうんですか。これ乗れないんですか。もうなるほど、これで起こしてもらって、ちょっと進むの地味すぎない？これちょっとだいぶ地味なんですけど、進むのが。よいしょ。これくらいゆっくりでいいってことか。こっちに道があったと思ったらなかった。お、なんだ、ムービーだ。あ、ふむ、帰れなくなりました。どうやらハマってしまったみたいだ。まずいですよ。なんてことかしら、この私が助けることになるなんて。助けなさいよ。優しい。意外といいやつだった。ありがとう、とっても助かったよ。ほら、こんなに、そんなに難しくなかったでしょ。ちょっとお涙とかはやめてちょうだいよ。じゃなきゃあんたを助けたこと後悔するんだから。泣いてません。あ、なんかいるぞ、鳥みたいな。リトルミーもなんか口悪いけど意外と憎めないキャラなのかな。あ、あったわ、ほら、愛しのお宝。まずい、なんか爆発したりしない？中が、中身が怖い、やだ。空っぽ？メモ1枚だけ？宝物は差し押さえとする。公演版。ご丁寧に書いてあんだな。なんかその、回答キット方式だね、これ。頭きたー！ちょっとやめて、ひすんないで。回答キット方式じゃん、公演版。わざわざ書いてくれるの。わ、いいな、星空。怪盗ホキットだ。海賊船だ。ほぼ無傷みたいだ。あら、まあ願いが叶って本当に良かったですこと。ふん。さあ、砲回収しましたとさ。これでよし。さあ、ムーミンパパのボートへ戻ろう。公演盤面絶対に後悔させてやるわ、絶対に。キュッ、へい、よっこいしょ、よっこいしょ。さあ、新しいやること、ボートを修理する。かしこまりました。ババババーン。はいはい、渡って。あ、リトルミーがついてこない。ババババーン。こんなに美しいものがこれまでにあって。お、こう、なんかいる。ちょっと待ってね。一旦こっち先。はい、どうしましたか。いや、元気かい。
素晴らしいはいつだって鼻うま。だって心の底から私はこれまで存在した中で最も美しい生き物だって知っているんだもの。その自信、なんか最も美しいみたいな言い方引っかかるな。はあ、あ、私の美しさにかなうなんてこの世に存在し、なんかそういうの良くないよね。なんか比較して一番みたいな、そういうの良くないよ。本当に存在しないと思うかい？そうよ、そんなものがあるなら探してごらんなさいよ。やってみよう。鼻馬のような美しいものを探そう。私は美しいでいいじゃないですか。誰よりも美しいなんて言わなくていいじゃないですかね。わざわざね。パンパンパン。これはもしかして鏡を見せることによってどうなるの？私が一番鏡を鏡ってやつ？ムーミンパパのボートだ。ほかほか見てみよう。これ使えるんですか？ぴったりだ。公園版をこれ住める用意はいいか？もちろんよ。お宝もなんもない。ここから抜け出しましょう。お、クエスト完了。ちょっと待って、花馬さんの、でも、あれをね、あれしたいね。そうだなぁ。花馬さんのやつ、鏡渡してみる？自分のことを見たら美しいって言うのかなぁ。パパさんの、どう？鏡、これはどうかな？わお、これは今まで見た中で一番美しいわ。自分ですけど、あ、なかなか美しい鏡だわ。そうじゃなくて、映っている姿がって意味よ。さあ、もういいから一人でゆっくりこの姿を見ていたいの。わかったよ。それじゃあさよなら。まあよかった。ああ、綺麗。まあよかったね、でも。幸せならオッケーです。あなたがそれで幸せなら OK です。さあ、無人島編終了しました。 M でマップを見れるよ。あ、 M で見れるんだ。めちゃめちゃ楽しんでるじゃん、リトルミー。お、やったー、地元帰ってきた。地元、灯台気になるな。こんなんあったっけ？ただいま。うん。いや、やっぱ地元安心するわ。トゥーティッキー。ねえ、聞いたか？ムーミントロールが公園版に逮捕されたんですって。はあ、公園版は自分の家に閉じ込めてるって。ここから東にある家よ。私が目に物を見えせてやるわ。お宝の独り占め、ムーミンの誘拐犯、マナー知らずの余計なお世話。新しいクエスト、公演版と対決。ムーミントロールが公演版の家へ連れてかれてしまった。あと太鼓をね、手に入れたんで、結構この村でもできることが増えた可能性がありますね。とりあえずマップでここに行くんだな。意外とクエストできてないのかな、私。とりあえず、右に行きますか。パパさんのやつってもう行けてんの？
パさんのムーミンパパの名作って何個あるんだろうと。わかんないけど、とりあえず。これどうやって行くんだっけ。下から行くか。いや、やっぱ地元が一番だわ。なんか、あそこの島、BGM が不穏だったからな、ずっと。お、ポンポンポン。お、ナイス。ここから行かなきゃいけないのか。あ、元気？セドリックと僕はいろんな壁を乗り越えて仲直り。あ、そうなんか人形の人だこれ。わかんねえ。この音一番好きだわ、この音が。よし、ただいま。公園番の家に行かなきゃ。あそこにムーミントロールがいる。よし、地元帰ってきた。久々にお母さんとかに誰もいないんですけど。地元でも行けるエリアが増えるっていうね。スナフキンこんにちは。スナフキンちょうど良いところへ。ちょっといいかね。コレクションに新しい蝶々が必要だな。正確に言うと3匹なんじゃが、手伝いますよ。お、クエストが増えました。その手に持ってるのはなんだの？怖いの？おい、ちょっと新しい声出に出たのさ。
それは君のものじゃない。へ、したことが捕まえられるもんじゃないですよ。もうどいつもこいつも。え、なんかまだまだだぜ。大丈夫？なんかすごい、あ、リボンか、よかった。ちょっとそれ盗んでたらやばいものかと思った。さあスティンキー、残りをこっちに起こすな。待ちなさい。泥棒、それはこっちのセリフだ。お、出た、いっぱいくれる鳥だ。なんかいる。どうしたらいいのかしら。ママ、ママじゃなかった。ちょっとクエスト多すぎない？スノークのお嬢さん、こんにちは。スナフキン、いや何か困ったことでも？たくさんあるわ。たくさんというか、無礼な鳥がどこからともなくやってきて、大切なアンクレットを持って行ってしまったのよ。なるほど、みんな困ってるな。しょうがないな。おいし。お、蜂が。太鼓でもない。なに、怖い、井戸？え？どこいんの？もっと他に大事なことがあるんじゃない？君はどうなんだ？ないわね。でも今あんたが必要としてるものを手に入れたわ。だからそれと交換しましょう。でも安くはないわよ。それは驚きだ。新しいおもちゃが欲しいの。スニフが持ってるはずよ。セドリックみたいなのはダメよ。手がかかりそうだし。わかった。やることリストの一番上に置いとこう。まさか。それって皮肉？スナフキンたらやるじゃない。ヘムレン人形だ。あら、完璧じゃない。じゃあこれをあげるわ。あ、レベルが7になりました。いた。やめ。ねえ、今までのこと謝ってよ。ねえ、ちょっと態度悪いんじゃない？君、謝んないと。これだ！もう一回チャンスをやろう。かわいそうだから、このままに。かわいそうだから、もうこれで。かわいそうだから、もうこれで堪忍してやるわ。ちょ、なんかやること多くない？ああ、もうすごいわ。蝶を3匹捕まえる。ニンニに服を渡す。あー、ここに行った方がいいのか。ちょっとこっち行きますか。ニンニンニニン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 。ちょっと待ってください。蝶々いたって今。
蝶々いたのにどっか行っちゃったんですけど、旅人さん、旅の邪魔をしてすいません。何かお困りですか？困ってるのは君のようだね。ええ、そうなんです。ごめんなさい。どうしてそんなところに？話せば長くなるんですが、構わないさ。優しい。本当に実は恐ろしくて孤独な家を出てきたんです。友達を探しに。友達になろうじゃ。そして見つけたんです、奇跡のかけらを。ボトルの中にメッセージを。まさに友達作りの第一歩でしょ。スクルットからでした。彼女はスクルットという名前なんです。ですが外の世界もひどい場所だって気づいたんです。昨日の夜恐ろしい遠吠えが聞こえたのでこの木に登ったんです。それで蜂たちが怒ってしまったみたいで今は怖くて降りられないんです。なるほど、蜂をなだめることができるかもしれない。本当ですか？もしご迷惑が出なければ任してくれ。落ち着いた、今だ。僕はできません。なぜだい？怖いんです。じゃあ突き落としてあげるよ。ずっとそこにいるしかないだろうね。もしかしたらそれが一番いいのかもしれません。ここなら安全ですし、そしてどこにも居場所がない。でもあの友達はどうするんだい？スクワットさん？スクルットのことですか？彼女には僕がいなきゃ。ちょ、怖いんだけどこの人。やったな。やりました、あなたと一緒に。そうさ、誰かと一緒にやることで大抵のことは楽になるんだ。ありがとうございます。さあ僕は友達に会いに行くんだ。その子に会えるといいね。ちょっと怖いけど、まあまあまあ。さあちょっとお洋服をね渡しに行きましょうかしらね。どうやって行くのこれ。そういえば、なんかあの、タケノコみたいがないんだよ、まだ。ジャコネズミさんのシチューがないんだよね。これ、ないんだよ、まだ、実は。マップ広いんだよな。あ、すいません、寝てました。さあ、お洋服を私に行ってあげましょう。どこだ？こっちか。ん？ちょっと待っててください、これ。
降りれんのこれ。え、積んだ？あ、よかった、下降りれた。わざわざ来たよ。あれ？すみません。お洋服届けに来ましたけど。あ、出た。さあどうぞ、これで全部だと思うんだけど。ミミ、あー、親切にしてくれて本当にありがとう。どういたしまして。これでうっかり君のつま先を踏んづけることもなくなるね。お、よっしゃー助けてくれてありがとう。よーし、1個クエスト完了。アンクレット持ってた鳥は探せてない。あと蝶々も3匹は捕まえれてないが、ちょっと先にこれメインストーリーの方進めちゃいますか。公園版の家に行ってみたいと思います。まあレベル7あれば十分じゃないですかね。もしかしてこれ？ただのキツツキだ。これはもうやった。アンクレットの鳥かと思ったわ。マップとか出てたらいいんだけど、地図を確認した方がいいだろう。地図を確認せえって言われてますね。あ、待って、そこだけかな。しろということは道が違うということだな。さっきのパパさんの手紙取れないからもうしょうがないや。こっちか。
外とね、何の音だ？ここで、ね、どうやって行くかな。公園版のお家に行きましょう。蝶々出てきそうだけどな。やべ。あ、劇場だ。なんか新しい。あ、なんもない。古い劇場？これはいいんだ。これは人工物じゃないんだ。判定がわかんないわ。公演版のところに行こう。寝てなさい。あのとこに行きました。え、そこ動くな。そうだ、怪しい見た目で過ごせる許可、怪しい見た目で過ごせる認可証は持っているのかね。ここは父さん、回れ右。こっちはいいんだ。お願い、ムーミンドロールを出してちょうだい。クッキーを焼きますから。もしかしてママ？はあ、ぐすん。ママとパパだ。めちゃめちゃ囚われてる。お遊びはここまでよ。お宝をよこしなさい。それから、あ、ムーミントロールもよ。はい、ムーミントロール。やあ、リトルミー、スナフキン。お願いよ、公園ばあさん。私たちはただ愛する子供を返してほしいだけなの。ムーミントロールは器物を壊した罪と審判の邪魔をした容疑で逮捕されている。私にはどうしようもない。規則で決めるのは私ではないのだから。いや待て、実を言えば決めることもあるな。とはいえ規則は規則だ。審判だって、お前の審判は本当の意味での審判ではない。川の水を干し上がらせ、干からびがらせ、干し上がらせ、自然を壊し、動物たちを追い出した。お前には未来像ってもんがない。考えシステムが動き出せば、このムーミン谷は素晴らしい場所になるんだ。すべての水をこの公園に引くつもりだ。未来のムーミン谷を今、想像しているのだ。もういい、ムーミントロールを離せ。サモナイト。サモナイトなんだ？どうなるか今にわかるだろう。ちょっとあんまりパイセンのこと怒らせない方がいいですよ。あなたがいてくれてよかった。スナフキン任せてくれ。ポンポンポン。スナフキン、なんとかして。無礼者。正面突破ではないのか。パパさん。おお、スナフキン、私はどうしたらいいかね。私は芸術家だ。争いには向いていない。このポンポンするのは許されるんだ。いただき物。ムーミン、やっと会えたね。1年越しにこんな形でだけど。スナフキン、とても会いたかったよ。元気だったかい？結構悠長だね。君に会えて元気になったところだよ。さあここから出よう。あら、ごめんなさいね。残念だけど出すのは難しいと思うわ。だってほら、私のいとこは一旦こう決めたら考えを曲げたりしないのよ。大丈夫だ、ムーミントロール。何か方法を探そう。さすがスナフキンだ。こんな警察の前で言っていいんですか？止まれ。何か方法があるはずだ。私のいとこ、あ、公演版のことだけど、牢屋の鍵を常に自分の家で保持してるの。だけど彼ってほとんど家から出ないのよね。お仕事の時以外はね。お芝居を見に行く時は別よ。もうほんと彼は演劇が大好きなの。
芝居と言ったかね。スナフキン、私に考えがある。ここでは話せないんだが、古い劇場で会おう。それについて全て話すから。もうダダ漏れじゃん。なんとなく作戦が読めたぞ。良さそうだ。演劇をやるってことですか？もう作戦ダダ漏れだけどね。劇場どこだったかな。スナフキン、やったぞ。愛するムーミントロールを救出すべき素晴らしい計画を思いついたんだ。それはすごい。それって僕たちが舞台で劇を。お願いよスナフキン、ムーミンパパの作戦に協力してちょうだい。ありがとうムーミンママ。さて私の作戦は、劇を上演し公演版の木を引く。みんなお黙り。私に考えがあるわ。公演版の気を引くためにお芝居をするべきよ。ムーミンパパがそれを話している途中だったよ。ムーミンパパ、続きをどうぞ。 ありがとう。もう一度最初から。とにかく私の作戦は素晴らしい芝居をして公演版を家から引きずり出す。すごいじゃない。私には思いつきもしなかったわ。賛成です。具体的にはどんなこと？まずは芝居が必要だ。脚本を書いたのはいいんだが、ムーミン谷中に散らばってしまっていて。なるほど、それでつながるんだ。昔使われていた衣装もいるな。最後にそれを耳にした時は、フィンリフ四花さんが預かってくれていると言っていたな。昔のバンドも集めてきたんだが、音鳴らしが必要だろう。それから招待状を配らないと。公演版の分もね。これを全部私一人にやらせるってなら気が狂ってるわ。招待状いくつか用意したのよ。スナフキンを手伝ってお客様へ届けてくれないかしら。手伝う？スナフキンと競争よ。なるほどね。いや結構やること増えましたね。こう今まで助けた人たちに配るみたいな。信じられん。私の脚本を全て見つけてきてく信じられん。私の脚本をすべて見つけてくれた。君の働きを劇中で褒めたたえたいくらいだ。お、なんか、あ、すごい増えてる。いろいろ。すごい増えてるよ。いろいろ。なんか音楽団できてる。古き良きバンドだ。久しぶりだな。どんな感じか聞いてみよう。え、かわいい。おお。ドンドドン。え、かわいいんだけど。やっぱレベル7に上げてよかったんだ。バンドもいい音が出るようになったな。昔となら変わらない。近いとこからやってきますかね。スノークに招待状を届けましょう。さあ、かなり佳境になってるのか。これはあ、キノコ？あ、パパさんのやつも。スノークさんはどこだ？この辺だな。スノークさん？スノークさんじゃない。え？この方がスノークさん？
モクさん、この人じゃない？違うんか、これ。何も出ないんですが。スノークさん、こっちだった。どうかな、人は大勢集まるのかい、大きな音が鳴ったりするのかな。そうみたいだよ、うん、そうか、書籍化を待つことにするよ。ぜひ来てくださいよ。一度きりの限定公開なんだ。ムーミンパパのね、ムーミン谷を救うために芝居を上演するんだよ、うん、はあ、それなら行くしかないか。でも気に入るかどうか約束できないぞ。OK、うん、スノークさんずっとキツツキだと思ってたわ。さあこっち行きますか。トゥーティッキさんに、トゥーティッキさんのとこ行こう、うん、スノークさんずっと鳥だと思っちゃったな。パパのお芝居絶対に見に行かなきゃ。招待してくれてありがとう。オッケー。さあ次は昆虫採集家のヘムレンさん。お、海藻。このお化けちゃんは招待されないんだ。あれ、過ぎちゃった。そんなものに時間が割けるとでも、わしは大切にしてるのは自然じゃ、文化ではない。これは自然に関するお話なんですよ。題してムーミン谷のメロディー。ふむ、ちょっと寄ってみてもいいかもしれん。ちょろいな。誰か有名な人が出るのかね。はい、リトルミーが何かの役で出ると聞きました。この辺りでは有名ですかね。有名なんてそんなものだよね。この衣装、このまま真横でいいのか。私この中で一番好きなキャラクター、なんかいつも岩とか動かしてくれると、鳥さんたちが好きなんだけど、かわいいあいつら、太鼓とか叩いてたやつ。リトルミー、どこにでもいるな君は。あ、あ、これ、これどうやって行くんだ。これ未開拓？こっちか。
すいません、寝てました。なんかもうこっち先行っちゃいます？行っちゃいますか。お腹空いて、お腹の音鳴りそう。演劇をやるんだ。公演版が劇場まで同行願いたいと言っている。夜の息抜きとしてだ。これは、そしてこれは公演版の命令だ。であれば、俺たちの任務は息抜きだよな。簡単かよ。また戻ってきたな。不法侵入で逮捕するぞ。僕がここに来たのは休戦を提案するためだ。和解の遅れ者とでも呼べるかもしれない芝居の招待状を届けに来たんだ。新作の演劇、タイトルはムーミン谷のメロディーか5本。感謝の気持ちとしてムーミン谷で行われた重要な仕事に対するね。それ本気で言っているのか。そんな風にお礼を言ってくれた人はまだいない。心から嬉しい。ずっと頑張ってきたのだ。それが正しく評価されるというのは嬉しいことだ。そして私は劇場が大好きなのだ。休んでもいいくらいの仕事はしているだろう。よければご友人も誘ってみては。友人？警察のことさ、彼らも頑張ったでしょう。ああそうだ、彼らは私の友人だ。なぜなら私は彼らに高い給料を払っているのだからな。へっへっ、芝居だ。ここムーミン谷で何を着ていこうか。オッケー。友達がいないのか君は。本当にお腹鳴りそう。本当にお腹鳴りそう。お腹がすく時間になってしまいました。お腹の音が入ると思います。ここで右、これ右か。ん、これで公演版がいなくなるってことか。さあこの間にも破壊していく。いやー始まってしまった。こなれたものですよ。これきつくないか。結構公演破壊したら劇場公演中止になると思うんだけど。
こに鍵を隠した？もし言えば、俺はお前を砂に埋めることになるな。鍵と共に眠ることになるぞ。教えてくれよ。俺はこの秘密を墓場まで持っていく。あの砂の墓場の中まで、鍵の隣のな。嘘でしょ。お願いだから教えてくれよ。俺はその秘密を心の底に埋めたんだ。砂の中の鍵のようにめちゃくちゃ言ってくれてるじゃん。ふん。絶対これなんですけど。なんだこれは。ヤマス。おお。さすがに気づいてくれよ。思うけど、まあいいか。よーし、全部抜きました。完了。警備ガバガバです。でもこんな問題を起こしたら本当に劇場公演中止になるんじゃないかって思うけど、まあ大丈夫なんでしょう。これで森の子供たちを引き剥がすのはほぼ不可能だろうな。子供たちに好かれるのはまあいいことか。あれ、一人落ちたよ。あ、びっくりした。どうにかして振り切らないと。
物理的に。よし、なんとか話したぞ。また見つかるぞ、多分。最高だ、戻ってきた。スナフキいいね、ポジティブで。スナフキンさん、そんなことしたら。なんて鬱陶しいんだ。ついに本音が出てしまいました、スナフキンさん。まさか。びっくりさ、子供たちに当てるのかと思ったよ。はは、素晴らしい数が増えた。どうすんのこれ。え、どうしたらいいんだこれ。あ、そうだよな、こっち行けるよな。これで奴らを閉じ込めるということか。今回振り切れたみたいな。これフラグですよ、確実に。親というのはとても骨が折れるな。でもお父さんとお母さんどこ行ったんだろう。ここを通るには森の子供たちが必要だ。連れてこないと。今度は必要ってこと。まったく、その付近は。
ってさ、ちょっと BGM でかいのもあれなのかな、そういう感じなの。ちょっとなんか鬱陶しい感じを演出してんのかな。可愛い BGM にも、可愛い BGM にもできただろうからね。雨だ、大丈夫かお前ら、濡れちゃうぞ。やばい、危ない危ないよ、子供たち。みんな濡れちゃうぞ。よいしょ。あともう一個か。なんだこの鳥、何なんだ。なるほど、わかった。逃げろー。ナイス。でもここから子供たちが出てくる。普通に危ないよ、君たちちゃんとついてきて。かわいいな。完全に好かれちゃってるからな、スナフキン。さんの家はここからそう遠くないはずだ。最後のクエストがめっちゃ時間かかるんだね、これね。すいません、ちょっとこの子たち引き取ってもらえませんかね。あー、こうやっていざなわれるんだ。外の世界は狂ってる。おー、ずいぶん立派なお家。フィリフヨンカさん、いらっしゃいますか。あっちお行き。あー、ちょっと怖い人だった。外の世界は狂ってしまったのだが、私たちはそれは何の関係もございません。この美しく整った庭で平和な生活を送りたいの。放っておいてちょうだい。あなたの助けがいるんです。私たちに近づかないでちょうだい。私の完璧な子供たちと完璧なお庭を荒らしてほしくないのよ。あ、やばいです。野蛮人の、野蛮な子供たちが入ってしまいました。森の子供たちが私のお庭に。
すいません。私の子供たちに近づかないでちょうだい。すいません。ワンパクキッズを連れてきてしまいました。ちゃんとお勉強してんだこの子たちは。近づくんじゃありません。ワンパクキッズがすいません。たった今洗い終わったとこなのよ。すいません。あ、これはちょっと良くないな。鼻荒らしちゃってるからね。あ、子供たちが、お、仲良くなる。わーい。いけません、私の可愛い子供たち。乱暴な森の子供たちとかかるのはやめなさい。あの子たちは汚ら、そんなこと言わないで。汚らしいか、わからないのですか。危険です。まあわからなくもないけど、子供たちは楽しそうにしていますよ。だけどあの子たちを守ってあげないと。あなたは十分子供たちを守ってきましたよ。でも子供には楽しい遊びも必要です。それはそうですわね。でもあの小汚い森の子供たちはお風呂に入るべきだわ。まあ確かにその点は間違ってないと思います。そして髪を切って整えて、新しいお洋服も。服といえば劇場にあった衣装をまだお持ちですか。ええ、誰かが手を用意すれば、劇場自体がボロボロだったのですよ。それが今すぐ必要なんです。芝居を上映予定で、公演版のために。公演版に、あの素敵な方、なぜすぐに言わなかったのです。芸術を愛する人だったとは存じ上げておりません。そういうこと、公演版とフィリー・フヨンカさんのラブストーリー。お芝居の招待状、まあ演劇は好きですのよ。でも家でやることがたくさんあって、何かあったらどうしましょう。まずはレビューを読むべきね。公演版が行く予定ですよ。あら、まあであれば地元の芸術活動を支えることは重要ですわ。私も参加します。急におしとやかに。今のが最後の招待状だ。よし、よしよしよし。さあ皆さん、ついに。じゃあまたな子供たち、お前たちはここが合ってる。あー、これで帰れるんだ。なるほど、結構長い旅だったな。いつかまた会いに来るよ。さあそれでは劇場に行きましょうかね。少し長かったけど、無事全ての招待状を配ることができました。よし、招待状全て配り終えたって。なんとだんだん緊張してきたな。ちょっと練習してるんですかね、ちゃんと。これでおしまいと、招待状全部配っちゃったわよ。スナフキンに勝ったかしら。いや、あなた、あの井戸に入ってただけですよね。2人とも素晴らしい仕事だったぞ。ありがとう。さあついに本番だ。お、ムーミンパパさんの演劇が見れる。楽しみで仕方ない。初日公演の限定招待券だ。私この間にムーミン助けないといけないんだよね。これでよし、そろそろ劇が始まる。移動しないと。公演版の家に誰もいないといいな。鍵を手に入れてムーミントロールを助けないと。衣装だ、役者の商売道具、ありがとう。 OK。 いや、見たいんですけど。行きますか。さあ、ムーミンさんを助けに鍵を盗む。公演版の鍵がある。あまり難しくないといいんだけど。家の中？あ、やばいやばい。もうちょっと、もうちょっと優しく。ああ、ふむ、簡単だったな。早くスナフキン、見張りが全員いなくなっちゃった。ムーミンパパのお芝居を見に行ったんだ。え、見逃しちゃったなんて。いいお芝居だった？
どうやら最高の作品らしい。よし、ムーミンようやく会えるぞ。あー、ムーミントロール君に会えて心から嬉しいよ。この瞬間をずっと待ってたんだ。お、やっと会えたね。長かった。ハグ。うん、公演版が作ってる恐ろしいダムへ行かなくちゃ。あれのせいでムーミンダニ中が干上がっちゃったんだ。公園の中にあるんだ、あっち。さあ、ムーミンパパの劇場を見たいところではあるんですが。え、こっちだ。どうやってあの柵を乗り越えようか。お互いに手を貸そう。え、何この急に選択肢。その前にやらなければならないことがあるんだ。柵を登ります。あれか、なんかサブクエとか残ってたらやりましょうみたいな感じかな。大丈夫？いた！足、え、ちょっと待って、嘘でしょ。あんなにあんなにボディ強かったのに。スナフキン、ここに来て。都合よくこれでは歩けない。僕抜きでやってくれ、ムーミントロール。君ならできるさ。だって僕は君を心から信じてるから。ダメだよスナフキン、君と一緒じゃなきゃ。おお、担ぐのか。かわいい。だがしかし、抜けなくなっちゃいましたね、看板。僕が君を助ければんだ。やったね。看板とか抜けなくなりましたね。力持ちだな。牢屋で鍛えていたのかい。ムーミンを動かせるようになったよ。さあ、この上に何があるんでしょうか。そして都合よく雨が降ってきて。おっと、ミニゲーム。公演版、公演版。演劇見に行ってないんだ。劇場に行くのは好きではないが、招待されていく。もう音楽とか出せないからね。やばすぎ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 。助けて助けて、雷助けて。へい。やばすぎー、やめてー。あ、神回避した、神回避、神回避した。
します。やばすぎ。にゃー確保。いや難しいこれ。これむずくない？シンプルだった。あんまり難しく考えなくてよかった。安全に行きます。よし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 。なんだここは一体。あった、そこだ。公園版のダム、ムーミン谷中の水をすべて奪ったんだ。これ以上奪わせたりしないぞ。さあ片付けよう。さあかなり佳境に入ってまいりました。ストーリーが佳境です。今ムーミン谷を守れるか。歩けるかい？大丈夫だ、おぶってくれてありがとう。ムーミンってオスなのメスなのどっちだ。よいしょ。あ、せーの、ぐにゅにゅ、え、ふーん、せーの、ふーん。これいきなり水あふ、急にさ水一気に出ない、大丈夫？せーの、うわー、逆に大丈夫なんだろうかこれ。やばくない？あ、これちょっと見たかった。リトルミーかわいいな、蜂になってるぞ。ムーミン谷のメロディー、とてもとてもつまんない？面白い？おお、美しい。今ならわかる。あ、やばいです、本当にやばい、ごめんなさい。ちょっと量調節。なんだ今のは。我が家、我が公園。え、みんな大丈夫？あ、あ、よかった。よかったのか。生きてるみんな。我が家、我が公園が、それにダムまで我が一生の仕事がなくなってしまった。そもそもここに作る権利なんてない。いや、ちょっとスナフキン強行突破すぎる。そこまでだ、お前たちの二人を無期限で逮捕する。やめたまえ、すべては私に責任がある。私はただムーミン谷をより良い場所にしようとしただけだ。何もしなくてもそのままで完璧だった。ああそうだな、今それに気づいたんだ。さあムーミン谷から出ていけ。
待って、スナフキン。この人はただいいことをしようとしただけなんじゃないかな。自分なりのやり方でさ。きっとムーミン谷はみんなの居場所があるはずだってか、そんなことよりなんかもう水でぐちゃぐちゃになってない大丈夫。例えば、公演版になる代わりに、劇場の管理人になるのはどうかな。きっと管理をする才能や芸術に対する愛を生かせると、もう劇場ボロボロなんですけど。本当にそう思うかね？私でよければ喜んで引き受けたい。ふむ、それくらいなら問題ないだろう。でも立て札はダメだ。規則を作るのも。いいだろう。なんか、うまいこといきましたけど、あんまり怒ってないんだみんな。そんなに、あ、でもなんか、自然が戻りました。すべて破壊したんじゃないかこれ。すべて破壊したのではないかこれ。すべて元通りになったんだな。オッケー。完璧だ。ああ。スナフキン、また旅に出たりしないよね。僕が旅に？ここに戻ってきたばかりだよ。それにまだまだこの夏は冒険が待ってる。君と一緒にね。お。かなりずるいゲームでしたね。ちょっといろいろ最後突っ込みたくなっちゃったけど、いや、よかったんじゃないですか。このゲームすごい好きだわ。なんかこの何、なんか音とか、あと個人的にはなんか方向音痴になっちゃったり、次何したらいいんだろうってなっちゃうから、結構その操作性が広すぎるゲームとか、探索が自由にできすぎちゃうとランみたいなの苦手なんですけど、あ、みんな劇場作ってるね、警察が。これくらいのなんか実は誘導されてるみたいな、実は誘導されてる系の感じがすごいやりやすかったんで、あんまり迷わずにできたんでよかったんですけど、ちょっと最後ダムで水バッシャーンはびっくりしたけど、ムーミン男の子なんだ。まあこれでみんなハッピーエンドってことですかね。 BGM とこのね、あと絵のタッチが好きだね。なんか絵本の中を操作してるみたいな感じ。チルイゲームでした。こんなに多くの人が携わってんならすごいな。DGM サントラにしてほしいもんね、だって。そうね、程よい難易度なんで。やりやすいですね、すごい。ゲームが苦手な。なんか結構こういうストーリー重視というかさ、アクションメインじゃなくてストーリー重視みたいなの好き。え、このさ、なんかペンギンみたいなやつ一番可愛かった。谷です。はい、ということで、スナフキムーミン谷のメロディーということでね、第2回でね、一応メインストーリークリアしました。ちょうどいいですね、これも時間的にも。ムーミンはアニメと映画もあるんだ。そうなんだ、見たことないんでしょうね。はぁ、あ、なんかいい感じで眠くなってきた。
ということで皆さん、夜遅くまでご視聴ありがとうございました。よかったら第1回もね、ぜひ見てない方いたら面白いんで見てください。ちょっとアニメ気になる、アニメとか映画とか気になるから見たくなりましたね、だいぶ。全然チルアウトドリンク飲んでない、もったいな。ふう、もう寝そう、この BGM で。ということで皆さん、夜遅くまでありがとうございました。もりもりさん、ハートのスーパーステッカーありがとうございます。ありがとうね。皆さんもゆっくりお休みください。それでは、あ、チャンネル登録と高評価とかしてくれたら嬉しいです。それではおやすみなさーい。おつらーん。